膝空対空、あ、空対空じゃねえよ、肘肘シャルコプターに行かない、このお互いね、立ち回りキャラっていう、あったシャリップに対してシャルジャンハスで、あーシャルコプター使った、お仕置き、置き攻めは手だから固めて、ロットはしっかりしゃがんでガード、波動返したらからドリル、まれお互い、しかしここは飛び込み通した、さあ3発目大きいぜ、さあ固めて、これはガーフ、しかしこれはゲダー、ラウンド取るな夢神シャルテ、今 2P が出てればちょっと今のは極楽トンボさん頭抱えたかもしれないですね、ラウンド2かかしたってなってると思う、ロルの宣伝はやめてくれ、いや多分ロッツオブラブ、ロッツオブラフの方だと思います、ロットン、おお、ここで止まるよ、さあ固めて、ここはガープ、置き攻めはロット届いてない、フェイタルが裏目に出た、固めて波動、ここで飛び込み通して置き攻め波動から、しかしこれがあるんです、シャルテに浮かずに飛び道具で置き攻めをするとボイドで耐えられて大変なことになる、壊し肘、肘が届かなくて助かった、タッチ系から繋いでラウンド取り返す、極楽トンボシェイク、多分今夢神さんは投げをこすったと思う、それが 5K の投げ目的にうまく噛み合った、なるほど、最終ラウンド、さあどうなっていくのか、ドリルはガード、なんだかんだで投げリバース、投げはの切り返しは強いからな、そうですね、コパン壊し、肘肘は届かない、固めてロット回避、だからその強力なあの投げの切り返しに無敵がついてるオルフェの尻っていうのはとんでも技すぎるんだよね、まあでも尻だけじゃ崩しきれませんけどね、まあまあそうですね、立ちゃいいんです、なんであれですけどね、フェイタルからロットに対して突っ込んでいく、さあいいものが見えたが繋がらず、精霊の目をうまく使っていったが、さあ置き攻め、コパンコパン、さあ固めて、なあ投げた、勝ったのは夢神シャルテ、